残念だったな。インポスターちゃんと。ジャンキルペース早いから合わせる形でいくか。なんかたまにはピテ、たまにはピテアシさん以外の人のボタン押しがいいかなと思って押しました。やってくれたなマックスさん目が。あげない。あれか。覚えておいてください。ルールかな。そこですか。飛行機今右ですね。はい。あ、なるほど。なるほどですか。次お命頂戴しますマックスさん。え？死にくんで。いや僕が殺します。いや僕が殺します。いや僕だ。いやこんなとこにいられるか実質帰っていいっすかも。どこなんだ。死亡フラグ。貨物。今回キルできなそうだな。無理だなこれ。青黄緑白。あ、今やりたかったな。残念だったな。怖い。あ、ピタクロス。マジかよ。なんだと。水道。ピカさんは私カメラ見てたんですけど、その時にエレクトリカルから診察室側に出す、あ、違う、エレクトリカル側に抜けていってました。んこれ白拾える人やも、多分めっちゃ拾えるですか、うん、私カメラ見てた限りアーカイブから左側に6人ぐらい行ってたのが見えたので、かなり絞れるんじゃないかなと思います、はい、スナパイさんとナイトミアさんとエジーさんとマックスさんかな、あと夏目先生もいた。なんで、うん、てかね、あの夏目先生がずっとマックスさんのストーキングしてるのも僕ストーキングしてたので、そう、怖いって言いながら僕めっちゃ固まってましたね。貨物アーカイブ最後の最後で、エロちゃんどっちから来たんですか今。僕メインですね。あの、そうそう、電気室のガシャンガシャンやって、はい、今はしご登っていった音聞こえたかどうかわかんないですけど、それが僕 でガシャガシャやってたせいであれだったんですけど、スナパイさん来てないので、もしかしたら診察が抜けてんのかなと思うんですけど、スナパイではなく、あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、最後の最後で、シャワー室でエロちゃんと僕が一緒になったのはあります。ドア開けていきましたね僕は。その直前までスナパイさんと一緒にいたので、スナパイさんマジで本当に直近抜けるじゃない限り無理と言えます。ごめんなさい、走行機の右側にいたのがエレジーさんとスナパイさんじゃなかったっけ。あ、そうですそうです、なんかゲート作ってました、あ、スナパイさんはダウンロードしました。とりあえず私はカメラを見てたっていう、あの誰がどういう順番で入ったかすら言えるぐらいに覚えているので、うん、というか、うん、あの白が拾える人がそんだけたくさんいる中でキル取ってるっていうのはちょっと考えにくく、なるほどね。じゃあ、僕はずっと一人で、金庫室でタスクをやってたから、もしかしたらカメラ見られてるかもしれないけど、どうですか？うわどうだったっけな。まあでも僕は容疑者だね。じゃあ、あとは？あと僕も入るんじゃないですかね。エレキが入ったっていうのを見られてるんであれば。ちゃんエロ？はい。これって死体発見じゃないよね。あ、ボタンです。ボタン。でも、プテハシさんが最後にミーティングに上がってってるのはカメラで見てます。あ、僕も見てますよ。目視してますよ。まあまあ、てかまあ、どっちみちまあ、あ、僕押してるから、ね、押してるんでね。あれですけど。ピッ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 。誰少なそう。
チ。うわー、や、はい、やっぱり出してる。あのね、これは2分1になると思うんですが、はい、ですね、今僕あの昇降機今右側にあったのを左に戻して、で、あのドア閉まってたんで宿舎前開けたら、手足さんの死体とマックスさんがおられましたね。はい、昇降機ですか？昇降機左側ですか？昇降機左側。ねね、最初キッチンとかにいた人って誰ですか？セキュリティとキッチンとか行ってないです。OK です。でナイトメアから1個視点を落とせるのは、まあ、まあ実際今の状況でほぼ確定なんですけど、プテハシさんの死体が最後で、僕とプテハシさんが、心電図を見た時点で2人死んでいて、プテハシさんはエレクトリカル側に、僕は、貨物室側に当たってしまう。プテハシさんじゃなかったでしたっけ？そう、今のプテハシさん。ああ、だからいいんじゃないですか、そこの話で。でもこれは絶対 DVD ですね。僕は開けた瞬間に見てるので、死体。これ、僕、一応言った方がいいですよね。僕目線も。うん、僕目線では、昇降機、宿舎前通路の右側が閉まってたんですね。で、それをプテハシさんが開けていて、俺はそれを下から来て、エンジンルームから走ってって、ちょうど俺が、プテハシさんが死人できるぐらいの時にプテハシさんが開けたんですよ。開けた瞬間、エロちゃんさんがブシャって切ってるっていうのを見てレポートしたっていう。僕がドア開けて見つけて、うん、でマックスさんが通報なので、うん、僕目線は戻ってるように見えてたんですね、うん、マックスさんが、うん、ちなみに、僕は、コミュサボを直した後、コックピットで見て、情報が、武器庫じゃキッチンとかに2ぐらいあって、昇降機にも1あってとかっていうのを見ていて、昇降機1がまだボタン押されないんだと思って、死んでるのかなと思って見に行こうと思って走っていて、その時に武器庫の上の方で、ドアを開けてる夏目先生を見てます。武器庫の上マックスさん入れます。マックスさん入れます。僕マックスさん入れる。え、なんで？あ、マックスさん釣れるんだ。なんで釣れないんだ？マジか。追い出してくるかなって思ったけどダメだったな。シャナイツごめん。初日の容疑者がもうエロタッチが今に。そう、それ出されたら終わりだなと思ってて。そうなの？マユコさんと。マック初手はマックスさん、シロのメンバーだ。マユコさん、そうなのか。あ、漏れてるわ。キャッチさんボタンセルフだけだったから。言うかな、やんな。うわぁ、ごめんなさい。ね、マックスさんすぎるのすぎでしょ。夏目さんずっと俺のこと見てくれてたのになんで俺に入れるの？あれね、スナパイさんをね武器庫で見てのね、うん、だからマックスさんかなと。あと初手切れの容疑者マックスさん漏れちゃってた、申し訳ない。なんかアリバイあれの覚えてなかった、申し訳ない。なんか信頼値が悪かったな俺も。なんか俺がもともと、なんか俺がバイタル見た時に真横さんだけ死んでんの確認してて、なんか探しに行ったんですけど、この先端さんから逃げ切れなかった。やらかしたして、いや、ごめんなさい。これはごめんなさい、僕がエロちゃんしか容疑者いないですよっていうのを主張しないといけなかったの、主張できてなかったので。いやー、マジでマックスさん、そうだよな、下切るアリバイあったあったあなたがずっとついてきて、あなたがそうなのよ。そうだ、あ、待って、あ、そうだ、あ、そうだ、あなたがついてきて、やべえ。
やべえ、あ、そうだわ。待って、ごめん、勝ちてるすまん。いやごめん、それなのよ。絶対思い出さないでくれって思いながらドキドキしてた。殺意で追いかけてたから、ごめん、本当ごめん。もう本当にごめん。夏目先生とマックス差がいたら、その3票でエロちゃんに入るかなって思ってたから、そうだね、ごめん。あの、言ってないから、これは僕の後出しだ、ね。いやー、申し訳ない。メモってなんか記憶飛んでた、ごめんなさい、ほんと。ずっと追いかけてた。que- なるほどね。じゃあもう純粋な悪意で追ってたんだ。純粋に殺してやろうと思いながら追いかけてたから、いやもう殺せないのに。悪意だ。ガチですわ。いや、ほんと、そっか。いや、やらかした。手が早かったな。すごい。おちゃんさ、貨物の弁当入ってどっか行きましたか？あ、そうだね。そうだよね。僕エロちゃんが殺意の波動をまとってたから、うん、追いかけたらいなくなってたから。あ、まあでも見られたにしろ何にしろ俺は初呼吸前で殺す予定だったんで。なるほど。うん。でも遅かったっすね、その割には。来ましたな。金、そう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 。ちょっと足遅いの、うん。僕のキャラちょっと実は。はあ、ありがたないっすね。デバフ。答え下がったんだ。多分エロちゃん取られてた多分。あ、どうなん、詰められてないのかな。俺のキルで持ちキルになっちゃったから分かんなかったね。そういや、そこはありがたかった。スナパエさんはセンターのキルした？僕が3キルしました。だよね、キルしかしてない。そうだよな。そうだよ、夏先生に疑われてるだろうなと思ったから。ああ、そうそう、それがあって、いや、センターどっち入れるとか言ってくれたら楽だなとか思いながら、シュトキルどうだって。ケって応援しながら、おマックスさん、俺はいねえじゃん。そうじゃない。なんでエロちゃんってメモしてたんですよね。なんか所定容疑者アリバイってエロちゃんって書いてたから、おマックスさんしかにがなかったね、アリバイが。そうだ、ね、うん、一番なかった。うわー、えぐ、それ。いや、かっ、もう目を取るのやめ、夏、ごめんなさい、目を取るの。逆メモ。逆メモ。なんか白いメモじゃないそれ。怪しい人は本格にします。いや、そう、いや、ストーカーしてたやん、マジで、マックスさん。いやー、夏目先生、よろしくしなー。こんなもん、夏目先生とかまされたら、なくなるやん。ガチで、ごめん。いや、よく記憶飛ぶんだけど。だって、夏目先生、トイレまでついてきてさ。停電、初手ですぐ停電直してんのも夏目先生見てるはずだし、僕のこと。見てた。そういや、見てた。いや、わかんねえわ。それ。いや、なんか、いや、メモやめよう。本当にごめんなさい。もうちょっと。メモおじさん。いや、マジですいません。いや、やめます。これは、一番やらかしたらそれを。開始していいですか、次。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。いや、ナイス。ナイスですよ、ナイス。いや、今のでもいいですよ。ナイス。ナイス。3キロはすごい。いや、先行は疑ってなかったから、僕、全く。